県内の普通科高校で2番目に創立し、文武両道取り組み日本一を目指す仙台。今まで神村に1回も勝っていないので、神村に勝って甲子園に行きたいと思います。2年前の1年生大会でベスト4まで勝ち上がったチームは、先日の北薩地区大会で優勝し、自力の高さを示しました。キャプテン岩井佐子が口にした目標を達成するためには、2つ勝つことが最低条件です。1番から9番まで打てる選手が揃っていて、打ち勝つ野球を今しています。バッティング中心のメニューで、とにかくバットを振るように多く振るようにしています。緊張もあるし、ワクワクもあるんですけど、悔いが残らないように最後まで一生懸命頑張りたいと思います。仙台高校が絶対に甲子園に行きます。甲子園優勝を目指して頑張るぞ。イエーイ。